この服装は久しぶりですね。カナミ・キズナ、出撃待機中です。これはこれは、一社員とのコミュニケーションのためにこんなに時間を使うなんて。最近ちょっと余裕が出てきたみたいですね、社長。カナミ・キズナ、出撃します。はっ、経験の差というものを分からせてやる。災害はいつも空から来る。気をつける。空で剣に気をつけなきゃいけないとは学んでないんじゃないですか。盾を防ぐだけじゃない。うっ、やっ、はっ、うっ。狼の紋章は誰にでもつけられるわけじゃない。ここまで届くと思ってるの。ディフェンシブパネル展開。管理局のエースがどんな存在なのかはっきり分からせてやろう。リアクティブソード最高出力。あの時の感じを少し活かしてみよう。それで本気か。じゃ今度は私の番だ。新入りが調子に乗るのはまだ早い。盾を防ぐだけじゃない。リアクティブソード最高出力。やっ、うっ、腰が。人生は後悔の連続とはよく言いますね。社長があの技名を口にするたび過去をやり直したくなります。